県政小学校小学校は一般には初等教育機関を表す言葉であるが、ここで解説するのは、日本地統治下の台湾において1898年より開設された初等教育を実施する学校のことである。教育政策を積極的に推進した台湾総督府は台湾の現状を考慮し、日本籍学童に対する義務教育機関として小学校を設置し、 内地の尋常小学校と同一家庭の教育を実施した。なお、台湾籍児童に対しては、高学校、原住民児童に対しては、しげる道高学校を設置し、初等教育を実施した。戦前台湾における小学校は15校を数え、学童は2万人以上、日本籍児童の就学率は99.62%に達した。日本による、 台湾統治が開始された翌年の1896年6月、台湾総督府学部,部は日本語教育の普及を目標に国語練習書規定を同年9月に国語学校規則を制定し、台湾各地に14校の国語練習書を設置した。しかし国語練習書は日本語普及を目的としたため、総督府は 日本籍学堂に対して国語練習所の小学文教場、または類似機関を設置、科目は日本内地と同一とした。総督府は国語練習所の成功を確認すると、1898年8月16日、台湾公立小学校規則、台湾公立小学校完成、小学校令、台湾公立校学校規則、台湾公立校学校完成、 高学校令を発布し、日本籍及び台湾籍の全児童に対する公立学校での初等教育を実施することとなった。1943年に義務教育は実施されたが、選挙区が厳しくなる中、ローム動員、防空演習、空襲そして疎開に追われる教育現場では、通常の学校運営が不可能となった。小学校が対象としたのは、 日本籍及び日常日本語を使用している台湾籍児童であったが、現実には、ほとんどが日本籍学童によって占められ、日本籍児童専門の教育機関というのが実情であった。就学年齢は8歳、以上14歳未満とし、修行年限も4年から6年に延長され、さらに2年間の尋常高等小学校が設置された。この他小学校の教育科目、 教員資格や休日は一部が台湾の現状に合致させた他は内地の尋常小学校と同一と定められた。台湾における日本人児童が少数であったため、総督府も教育普及に力を入れ、日本籍児童の小学校就学率は95%を超え、台湾籍児童の70%を大きく凌駕している。ありがとうございます。